皆さんおはようございます。菅野直樹です。今日はオートバイのオイル交換に来て、ちょっと早めに来たので並んでいる、この時間を利用して、スピンオフ、収録をさせていただきたいと思います。バイクに乗っていて、一つ大切なことというのはね、バランスなんですよね。いろいろトータルでバランスが取れることで、まっすぐ走るということもありますけれど、しっかりとですね、腰を据えて重心をしっかり下ろしてですね、ですから極端なことをすると危ないですよっていうことなんですが、それは私たちの人生においても同じことがあります。例えばあることに対して批判をするという人がいますよね。極端な批判、しかしそれは確かに間違ってないかもしれないけれど、やっぱりバランスを欠いていることがあるんですよね。例えばしっかりとそれを批判する前に、本当にその人が何を言いたいのか、それを理解もしないで、ただ表面的に間違ってるだの、おかしいだの、そういうことってあるにはあるし、面白いし、何か分かりやすい、例えばですね、動画や SNS でもそういうものが非常に人々の目を引く、視聴回数が増えるとかね、いいねが多くなるとかね、そういうことでね、そういうやり口でやってしまうことがあり得るんですが、しかしですね、しっかりとバランスをとって、そして批判していい、間違ってるものに声を上げるべきだ、でもしっかりとバランスを取る、バイクがそうであるように、ですからまず重心をどこに置くか、私たちは自分を作られた、自分を超えるその存在との関係をしっかりと結ぶ、そしてそこから人間というのは始まっていく。右や左、カーブを曲がるときはね、リーンアウト、リーンウィズ、そしてリーンインと切っていくことができる。それはしっかり重心が降りてるからだ。ですからバイク乗るときというのはね、体の力が入りすぎないで抜けていること、今日私たちを作られた方との関係をしっかりと結ぶ、そして肩、肘、張らずにね、そこに委ねていく、つながっていく。ザ・バイブル、ヨハネ15章にはこう書かれています。私はブドウの木、あなた方はその枝だ。ですから、しっかりとね、この方とつながって、そしてつながることによってね、多少の振れ幅、右左、戻ってくることができる。そして極端にいかないんですよね。例えば、今日皆さん、私のこの動画に対して感想を寄せてくれる、その時にね、批判的なことを言うこともできますけどね、しっかりとね、主とつながっているとね、愛を持って柔和な心で言うことができる。バイブルのね、その原理というか、主が教えられたその原理というのは、互いに愛し合いなさい、キリストの律法というのはそれなんですよね。今日その関係を大事にし、また愛を持って互いに接し合っていく、素敵な一日になりますように。そんなことをね、ちょっと待ち時間を利用して動画を撮りました。スピンオフということで、普段の YouTube 動画とはちょっと違うんですが、これはこれで番外編としてね、受け取っていただいて、バイクが力を抜く、そして重心を下に下げる、そしてバランスをとって乗るように、私たちの人生もしっかりと軸を、自分を作られた方とのつながり、そしてそこに肩肘張らず委ねていく、そこから始まる人生というのはきっとね、素晴らしい人生になると思います。いろんな問題があるかもしれません。でもこの方に乗って生きていこう、いきましょう。素敵な一日になりますように。また次の動画でお会いしましょう。